Madoka, nanka omoidaseta? Zeibun mae no koto da shi. Atashi tachi 5 nin ga utsutte ita no wa tashika ni kono tatemono ne. Nee, Misaki, hontou ni koko ni kureba yokatta no kana? Shashin no basho demo nani mo omoidasenakatta shi. Mo kaeru? Atashi no yuu toori ni shiteleba ii no? Madoka mo anna fuu ni naritai no? そう、私たちを見てしまった。今私たちの番だ。神隠しにあった5人が順番に。やめてよ。そういえばこの感じ。 美咲？美咲？ Misaki?
誰も覚えていないことは存在しないことになるのだろうか。私には小さい頃の記憶がない。私がいた島のこと、住んでいた家のこと、そして父のことも。私たちが神隠しにあった以前のことは何も思い出せない。一緒に見つかった4人もあの時のことは覚えていない。かすかに思い出せるのは一つの旋律。島に行くと私に告げ、戻ってない。あの島へは近寄らないで、ルカ。お母さん、知らない方がいいこともあるの。でも私は確かめたい。あの時何があったのか、そして失った記憶の先に何があるのか。
Thank you.
次は私たちの番だから。神隠しにあった5人が順番に…やめてよ。ここにきっと何かあるはず。私の家にあった過去を映すカメラ、これでなくした記憶の手がかりがつかめるはず。まどかは、まどかはどこ？
承知でお願いします。ルカを助けてください。ああ
あの時神隠しにあったルカたちをこの病院の地下で見つけた。それで全てが終わったと思っていた。だがあの時の5人のうち2人が死んだ。事件は終わっていないのか。9月16日、老月島到着。灰原が手配されてから2ヶ月が経った。依然行方は分かってない。明日行われる老月神楽はこの島出身の者にとって特別な意味を持つ祭りだという情報にかけてみる。灰原がこの島に渡ったという証言はまだ取れず、本部は動かない。東京での捜索を進めている。しかし灰原はこの島にいるような気がする。これは俺の勘だが、冷酷な奴ほど窮地に立つと何かにすがりたがるものだ。テープ回りました。どうですか、気分の方は。わかりません。気がつくと廊下にいて、月が見えて、月を見ると少し落ち着くんです。いつからですか。前の祭りの後からです。祭りが終わってもまだあの感覚が続いているような。それはどういう。どんどん自分が溶けてなくなって、何か忘れてはならないことがあったのに、何かを忘れたことも思い出せなくなっているような気がするんです。そうか。まずこの薬を。安心してください。必ず解放に向かいます。あの音楽は何です。あの音楽を聴くたびにまた、やめてください、やめて。わかりました。あなたには特別な治療をしましょう。ことがないといいのですが。さやかさん。
あの時、このエレベーターで地下の隠された場所に降りた。ルカたちを見つけた場所。もし灰原がまだこの島に潜んでいるとしたら。あなたも病気なの？灰原は祭りの日にこの島に帰っていたのか。神楽はこの島の人間にとって大切なもの。そういえば今日も祭りの日か。この島から人が消えてなければ。見たのか。
テープ回りました。どうですか、気分の方は。勘は自分のものじゃないんです。違うんです。これは。それはどういう。鏡を見ていると時々、いえ、わかりません。もう見たくない。うん、だから目を。薬の量を増やしましょうか。もう見たくないんです。妹だってそう言ってました。違う違う。安心してください。必ず解放に向かいます。なんだ、ここは。
された場所を見つけた。
Thank you.
かせ。この感覚、曲とともに訪れる深い記憶のかけら、体のどこかが覚えている。懐かしい匂いにも似た。
成分回ってます。どうだい、どんな気分かな。私お姉ちゃんと同じなの。言ってたよ、同じだって、霊媒だって。そうか、そうだね。大丈夫、何も心配することはないよ。うん、一緒にいれば私みたいにならないって言ってたねえ。あれを試してみようか。はい。Thank you.
ってます。どうだい、どんな気分かな。お面をかぶると違う人が入ってくるの分からなくなって眠ってるみたいで、だんだん声がして。それはいつからかな。昨日かな。分からない。お面、いろんなものになるってお父さんが言ってた。でもお父さんも違う人、違う人になったの分かるもん。そうか。お家に帰れる？もうすぐだよ。お父さんも治るの？すぐに良くなる。お母さんにもすぐ会える。お父さんにも。上手ね。レイルか。もっと上手に弾けるようになったら。
Thank you.
この匂い、ずっと時が止まっているような。あっ、私ここにいたことがある。なんだろう、ずっとここにいたかったような甘い感覚、自分が溶けていくような。9月29日、駐在所。病院の関係者から少女たちについて垂れ込み、もう一度灰原病院内を捜索する。9月29日、灰原病院。病院の地下2階で少女たちを発見。5人とも無事。しかし、あれは俺の見間違いなのだろうか。少女たちの顔が嫌い子、嫌い子、またか。どういう意味なんだ。
9月17日老月台神楽が中断、巫女が倒れて今騒ぎになっている。大変だ。嫌いも何のことだ。9月17日老月台祭りの中に灰原は発見できず、神楽の間はこの建物は締め切られ誰も出入りできない。俺の勘が外れたか。しかしこの島のどこかに潜伏している可能性もある。明日から調査を始める。小さな島だ。灰原が来ていれば必ず後を残すはずだ。9月17日灰原病院、巫女はすでに心肺停止状態、原因不明の突然死と診断されている。9月17日灰原病院霊安室。この島では死者に仮面をつける風習があるらしい。ここはあんまり気持ちのいいものじゃないな。見ない方が良いと言われたが、本人か確認するため仮面を取ってもらうことにする。顔が分からない状態。何があった。写真を撮っておく。博多から本人と確認。
どうして私が選ばれたの？Oh,
どうした？でも何があった？あの時巫女が死んだ。何が起こってたんだ？9月25日、老滅館。ようやく老滅館の患者に聞き込みができた。関係者以外は入るのが難しいが、さやかさんの口添えもあってなんとか潜り込めた。月遊病というのは記憶をなくす病気らしく、言っていることはほとんど要領を得ない。見たと言った次の瞬間には見ていないという。これじゃ聞き込みにならない。入院している少年から3階のマガキという男の部屋で少女を見たという証言を得た。これからその部屋へ向かう。老滅館309号室発見できず。どうもこの絵のことらしい。10月9日、さやかさんが島を出るという。ルカちゃんも他の病院に入れたいということだが、急な話だし当てもない。この数日でさやかさんは随分やつれた気がする。少しでも目を離すとふっとどこかいなくなってしまいそうだ。Thank you.
この風景。
ダメって言ってるでしょ。
子だ。
そうだ、そうだったんだ。ミア、やっと思い出した。その子の名前は？サクヤよ。サクヤ？そう、私。今日からミサキ。やっぱりミアにしましょう。うん。この子はあなた、大切にしてね。これがあればきっと私みたいにならずに済むから。Thank you.
いよいよ祭りが始まる。面を準備せねば。私が住んでいた家。
9月17日、同月島到着。こうやって記録するのも刑事時代の癖だな。2年ぶりの老月島、この島で灰原を見たという情報が入った。今度はガセじゃない、これも勘だが、灰原が潜伏しているとしたらやはりこの島なのかもしれない。島は静かだ。2年前の神楽の一件以来、周囲の島からもタブー視されているらしく、訪れる人もほとんどいないという。しかし暑いな。まだ残暑が厳しく日差しが強い。風がない、空気が動いてないんだ。時間が止まっているような。霧島さん、あ、さやかさん、どうして？その仮面のかけらを あの子に渡してください。大切なものです。でもルカちゃんがどこにいるのか。あの場所です。あなたが昔ルカを見つけた場所。もうあまり時間がありません。お願いします。さやかさん。霧島さん、またあなたに助けられましたね。
覚めるのを待ってた。でも、これでまさかこんなことになるとは。僕の一家。もう終わりだ。全部なくなるんだ。みんな、咲いた。お母さんに頼まれてきた。もう安心だ。これを。もう鬼ごっこはおしまいだ。全部なくなるんだ。俺も、何だも。うわぁ！Right.
極みの目を。上手ね。ねえ、ルカ。もっと上手に弾けるようになったら、ルカにあげたいものがあるの。それはあなたのものよ。
あなたは私が守るから。全てのものを救うことができるはずだ。私はあの日祭りの最中に連れ去られ、この奥にずっとずっと奥、深く深く
姉さん、これはどういうことだ。面を打ち損じたか、そうや。完遂していたはずだ。なぜだ。あの場所に連れて行って経過を見れば何かわかるか。Thank you.
永遠に虚無の中をさまよい続けると思っていた昨夜が目覚めた。夜に開く花のように静かに大きく。目覚めた昨夜は島中を徘徊し始めた。昨夜を見た者はみんな咲いてしまった。海へ逃げようとした人々も、地下に隠れた人々も、そしてもうすぐここにも来るだろう。せめてあの場所に行こう。月はみの面を作るためにあそこで長い時間を費やした。あの場所は静かだ。
装そのものが月はみの面なのだ。すべての人々が逆音になる。私のことを忘れないでって。私のことを忘れてしまった。ルカ、月森の歌は月森の歌を。